エリザベート・ドバ・ビエールは、ベルギー国王アルベール一世の王妃で、レオポルド三世の母。全名は、エリザベート・ガブリエル・バレリー・マリー。父は、バイエルン公、カール・テオドール。母は、ポルトガルのハヨー・ミゲル一世の娘、マリア・ジョゼである。バイエルンで生まれる。オーストリア皇后、エリーザベトの名であり、彼女の名前を取って名付けられた。また、最後のオーストリア皇后、 中とは共に母方のいとこにあたる。1900年に後のアルベール一世と結婚した。1940年から1944年までナチスドイツ占領下にあったベルギーでエリザベートは自身のドイツとのつながりと影響力を巧みに使いナチスに囚われたユダヤ系の子供たち約100人を強制収容所送りから救った。この功績を称え 戦後イスラエル政府から諸国民の中の正義の人に劣勢られた。また、1950年代の冷戦時代、ソビエト連邦、中華人民共和国、ポーランドなど、当時の共産権を訪問し、赤いクイーンと呼ばれた。旧広島音楽学校のパトロンとなり、エリザベト音楽大学の公明の由来となった。夫との間に二男一女を設けた。ありがとうございます。